ジャジャソープリウスミサイル、ジャジャソーインカクトハリアー。というわけでおはようございます。ただいま和歌山県に入りました。荘厳な夜明けの雲海を走り抜けております。本日は、熊野三山と呼ばれる神社3つを参拝した後、伊勢神宮に寄って帰ろうと思います。和歌山の南端、とても遠いイメージがあるが、朝2時くらいに出発してサクサク巡るなら、伊勢神宮込みで日帰りが可能なのを証明するぜ。ゴミと書いてしまいましたが、高速道路で伊勢から先をショートカットするなら、ゴミクソ退屈な一本道の主要走行が必要になります。ちょうど今映っているのが、帰りの方の道です。雪は早朝で100キロ以上出せたのですが、帰りは70ちょいで頭打ち。体感距離は2倍。退屈で死ぬ。トンネルをぶち抜いて谷の上に橋を架け、新幹線のように繋いでくれるのはいいが、新東名を和歌山の水で薄めてる。自動追従付きのクルーズコントロールは、最低限必須でしょうな。冒頭に1分取ってうだうだ言わなきゃいけないほど、この区間は退屈で殺人的だ。法定速度なんか守ってたら人間の方の限界が迫る。この区間ってほとんどサービスエリアないんだよね。退屈で死ぬかと思った。端っこの方に止めて仮眠させていただきますよ。子連れで行くような場所かわからないが、2列目に吊り下げる用のテレビつけて、鬼滅の刃を流しておくんだぞ。鬼滅ってもう古いんじゃないかな。なんて言ってたら鬼ヶ城というところに来ました。断崖絶壁に道が整備されてて、半島沿いに一周できるんですよ。私は1年ほど前に雨の中奥まで行きましたが、遠くまで行ったせいで、帰り道も長くなって後悔しました。食らったら死にそうな波の音やワイルド岩石はいいけど、注意。そんなトンネルを抜けると、海岸線が一気に眼前に広がります。ようこそ和歌山へ。基本的に、この海と共に旅路を過ごすことになるぜ。原住民さんの生活が羨ましい数十キロだ。まさかの原住民扱い。確かに三方位が海に包囲されてて、ずっと山ばかり続くけども、しばらく進むと、左が森の壁になっている、いかにもネズミ取り合ってそうな白点線の曲線が続きます。真横が海である点を除けば、地方都市の夕方むっちゃ渋滞する国道、そこから施設間の距離を伸ばした感じの道だ。何個か道の駅があります。入ってみましょうか。朝日が眩しいですね。9月に入ったばかり、太陽光線がまだまだ暑い。雨上がりって感じだな。カーボン町は天性の雨男なのに、この日は奇跡的に晴れてた。YouTube を3回目の審査に出して、暇を持て余してて、しょうがないから熊野に神頼みに行くか、そんなノリで出かけることにしたのですが、実はこの旅の前日、出発を決めた後の15分のお昼寝中に審査合格メールが届いていたんですね。バカみたいな偶然ですね。こういう体験の積み重ねで、人は神を信じるようになるんだなと。来年も行こうぜ初詣。人混みの中で、コロナ収束を願って。密になってて草。さて実は、那智大社が朝8時オープンだったので、時間調整も兼ね、ブツブツ川という、日本一短い川に先に行くことにしました。600キロ以上の旅路の中の、たった20キロの寄り道で動画ネタ1本分。理想の参拝順からは外れてしまうがな。バイパスを降りてきて、1箇所目の那智大社までしばし山登り、バスツアーと観光客よ、ここで食って帰と言わんばかりの、そこそこ大きいお土産屋さんがありますね。コロナで死滅したであろう試食文化、あれがどれほど売り上げに貢献していたのかは疑問だぜ。ビジネスに遊びはいらない。売れるか、売れないか、それだけだ。さて上がってまいりました、那智の滝に一番近い駐車場です。この那智大社のところ、行こうと思って調べればわかるが、駐車場がめんどくさいぜ。私は悩んだ結果、800円払って、一番上の、一番近い駐車場に停めることにしました。ここを右ですね。駐車場代というか、防災道路通行料として800円らしいです。すごい急勾配なので、マニュアル車で来た方は、ここで金払った後の再発進だけで、鈴鹿一周分くらいは、クラッチすり減らすかもしれませんね。そしてここから先がまたひどいんだ。狭い、急勾配、急カーブ、すべて揃っている。コーナーミラーの見落とされ防止のため、ヘッドライトをフォグランプまで光らせておくことをお勧めします。いいのは料金所の前後だけ、いきなり思うよ。この道大丈夫なの？大柄な SUV で来ても、オフロード性能はこれっぽっちも活かせずに、すれ違いで難儀して終わりそうだよな。そしてもちろんご想像の通り、これだけの急勾配をすれ違いつつ登ってたら、行って帰るだけで、ニャル期待一周分はクラッチを消耗する。そして最初の左急勾配の U ターン、先が見えない。プリウスでも左足元の視界がない。後ろからは軽自動車が追い上げてくる。こんな状況ですがペースアップします。で大事なことを言ってなかった。神社の入り口の鳥居と、土産物店。あと那智の滝へのアクセス。それを考えると、わざわざ頂上まで行く意味があるのか迷いますね。私は参拝だけして、サクッと帰るつもりだったからいいけど。それだよな、300円くらい余計に払っても、サクッと済ませたい人向けって感じだな。
散策を楽しむなら防災道路下を選んだ方がいい。赤い塔のような鮮やかな建物のところで、右へと曲がっていきます。狭いもんですね。1FJ クルーザー分くらいしかないです。R35 持ってたとしても、乗っては来なかっただろうな。僻地はこういうのばかりだ。撮影時は朝の8時を少し過ぎた頃。こんな山奥朝早くから、現地の方は活発に働いていらっしゃいました。まあこっちは2時起き出発だけどな。登ってきた甲斐がある。荘厳な景色だ。何より山の色の深さがいい。なんか清水寺みたいだな。日差しは暑いんだけど、高所ゆえ涼しい風が吹く。暑さを涼しめる気候っていうのかな。気持ちのいい場所だ。雨男がどこへ行ったんだっていうくらいの晴れ空だな。奥には那智の滝も見えますね。映像だと小さく見えるけど、実物だと山1個分の高さを大量の水が流れ落ちている。私が松尾芭蕉だったら、絶対一句読んでた。文明の暮らしを山の向こうに隠して、深緑の森の声を聞いて。終始、好き勝手に動画が撮れる感じじゃなかったんですよね。このまま次の地点に向かいましょう。相変わらず険しいよ。防災道路というか、道路そのものがプチ災害だよ。む？早いらネボが下ってきてるな。いつもなら先に行かせるところだが、この道だからな。せっかくだし先行するか。リアサイドについているエンブレムは、ガズーレーシングの R だ。俺の R についてこれるか？重量級の PHV でダウンヒルか？タイヤはレブの、あまり余裕はないな。グリップの限界が見え隠れする展開になりそうだ。路面はハーフウェット、ところどころ荒れていて、四輪の設置バランスは安定しない。すでに累積運転時間は6時間に迫る。長旅中であることをわきまえたリスクマネジメントが必要だ。ブレーキングは余裕を残す。圧倒的な加速力の差は、この勾配と曲がりを前に消える。どこまで攻めるか、何をもって限界とするか。バチ当たりなことすんじゃねえよ。ただ狂気的に飛ばすな。すべてをコントロールするんだ。左の発展の向こう、障害物なし、寄せられる。右の U ターン、カーブの形が変則的だな。途中で直線的にブレーキングできそうだ。対向車なし、ガードレールまでの隙間は詰められる。後ろもランエボ、ちゃんとついてくるが、ハザードは急速点滅してタイヤが鳴るレベルで走ってるせいか、近づいては来ないな。行動を流すだけならレブので十分。1年前の俺はそう思っていた。だが現実はそうではなかった。ベースアップしていくうち、瞬間的にタイヤグリップの限界が顔を覗かせる。ホイールベースが長い FF で、万人向けにアンダーステア傾向のセッティングがされた GR プリウスでは、アンダーステアのマシンを、荷重移動でインに向かせて飛び込ませるしかない。純粋に、タイヤグリップと、車重とのバランスでコーナリング限界が決まってしまうんだ。どう走らせてもオーバーステアの兆候すら現れない。すべてを制御下に置いたハイスピードクルーズでも、タイヤの余力に大きな余裕はないのだ。特にブレーキパッド交換によって上がった制動力、これにタイヤグリップが追いついていない。バランスを崩している、なんていう遊びをやっていたら、前のプリウスに追いついてしまいました。次にタイヤを交換するときはホイールと一緒がいいんだけど、好きなのを選んだら50万以上かかりそうだ。ベストモータリングの粉砕規格並みに攻め込んでたせいで忘れてたけど、そうだ2箇所目に向かっていたんだ。向かうは熊野早玉大社。まあすぐですよ。夏休み明けの平日だから空いてたけど、今回の目的地、駐車場があんまりない感じなんですよね。コロナ禍でマイカーが売れたそうじゃないか。駐車場所と追い越し車線の混雑が、ますます激しくなりそうでうんざりだな。美しい海ですね。視界の上側に海が広がる絶景の道というのは、日本各地でもそこそこ珍しいですよ。運転も顔面も崩壊してる、シトロエンのデスボックスに絡まれてだるかったですが、なんとか近くまで来ました。というかこの道コッパ。見通し最悪で一時停止も誰も守らなさそうで、交通事故不可避ですわ。気をつけろ、64馬力の殺人暴走ボックスがバッコしてるしてだ。600馬力より60馬力の方が運転も殺人的で危ない。微妙に混んでるしさっきのランエボの隣に止めちゃったのですが、DBS のホイールで公開。例に習ってというか、あちこちに人がいて動画撮る感じじゃなかったので、すぐに再出発です。熊野本宮大社まで、川沿いのワインディングをひたすら流していきます。は？どこに止めてるんだお前、危ないだろクソが、いきなりドア開けてきそうだし、あの車から。64馬力の方が、600馬力よりよっぽどよっぽど殺人的定期。よく名古屋走りって言われるけど、日本中を走ってると、全国津々浦々ゴミなんだよな。交通死亡事故の大半は時速40キロ以下で起きてる。さっきのインシデントからわかる通りですよね。は？あいつ逆走してきたか？見間違いや記憶間違いはない。これは現実だ。映像で見返してみてもやっぱりそうだ。運転技術というのを知らないくせに、脅して飛ばすばかりの社会悪。海外のドラレコ違いまとめ動画で晒されてる人と、運転手の知能レベルが同じ。レクサス RX も名古屋じゃ同じ感じだが、都市型 SUV が笑わせるぜ。
そんな運転で通勤の足以上になれるのかよ。安さは中国スタートアップに負ける。状況は不利になる一方。そういえば、ヒュンダイのアイオニック5に、日産のアリアが受注数で負けてるらしいな。BYD の台頭もあるし、これ中国韓国に負けそうだぞ。待って今ラブホ走ってなかった？各地で充電渋滞が起きてる EV の話はさておき、なんやかんやつきましたよ。ワインディングの滑走なので、体感的には一瞬ですね。暑いが、全体的に空いててラッキーだぜ。この地点で時刻10時。スタートが早いから余裕ありますね。階段は右側通行。下り専用とか書いてあるから、一瞬登れないかと思った。0.1 白霊神社分くらいの階段だな。サクッと登れるぜ。2000円でカラスのお守りを買いました。金ピカで大きい、ご利益ありそうです。楽天のお守り入れ、おすすめだぜ。本殿内は撮影禁止だったが、周りなら大丈夫だろう。昔水害で、ここら辺流されちゃったらしいんですね。それで山の上に移転したそうなのですが、跡地の方が近くにあるので、行ってみようと思います。あくい。どこに字幕出してるんだよ、罰当たるぞ。大きな鳥居ですね。エヴァンゲリオンでも引っこ抜けないと思います。神社の鳥居の中では、戦艦大和級のサイズで圧巻です。米を作っているのですね。レンチンご飯か、すき家の牛丼しか食べない私には無縁のお米。境内撮影禁止らしいし、このまま再出発するか。ここから伊勢神宮の下宮内宮にそれぞれ寄って、あとは帰るだけというのが私のプラン。せっかくだし、別の道を通って帰りましょうか。暑い中で買い取りを見に行ったせいで、今11時。ここで左折。永遠に続くように感じるワインディング。それが和歌山のドライブ旅行あるある。前のセダンに続いてここで右折。かなり狭いし対向車も見づらいです。ある程度の目視確認したら、思い切ってバット横断しなきゃね。ここから先、一気に道路幅が狭くなります。フロントガラスの中だけじゃなくて、首を動かして道の先を見たり、コーナーミラーの一瞬を逃さないようにしたり、対向車が怖い一本道ですが、来てないのが確認できている限り、コース幅を使い切って走れるのが楽しいですね。まあ今回は、前のセダンに対向車警戒を、なすりつけるような構図になってしまっているがな。こういう道でラネボを振り切って買った高橋圭介、大したもんですね。道幅いっぱいにドリフトしながら抜けていく、86と NB も十分すぎるほど狂気的だがな。車ではなく、地形に合わせて敷かれた変則的な道の中を、対向車を探りつつ、最適なラインを探して走るのがまた楽しいんですよ。おっと道の駅があったのか、トイレ休憩だけですぐ出ましょう。広がる大自然、青い空、なんか、奈良の山奥と景色が似てますね。こっちは熊が出るんだろうか。そりゃ熊野だから出るかもですね。さあ道が変則的になってきたぞ。道が右に引っ込むような左子を警察する。あはは、インカットするのはタイヤ2本分までと、自分の中で決めてたのでなんともありませんでしたな。ダム沿いのうねうね道ほどじゃないが、多少はインカットするくらいの方が、楽に速く走れるんだよな。特にプリウスは横幅が小さいですからね。対向車も来る中でライン取りができるというか、狭いサーキットのように走っていけるんですよ。軽自動車ほどじゃないが、日本でコンパクトカーに乗る楽しみはそれだよな。本体が高ければいいかと思いきや、横幅がでかすぎて、すれ違いが辛くて、楽しむこともできずに山道ドライブが終わる。対向車保護、左をぶつけないための安全マージン、道路脇の砂や草木、万が一への備え、そういうことを全部考えていくと、横幅が1800ミリを超えるような車格だと、そもそもデカすぎるんじゃねとなる。高性能車は道路幅のせいで、EV は充電インフラのせいで、価値が半減してしまうわけだな。日本の道路は狭い。だが軽自動車レベルのサイズだと、新東名120キロ区間は心もとない。時代遅れの軽自動車企画、前後にもう少し、大きくしてもいいと思うんだよな。あ、軽トラのおじさんどうも。軽量ミッドシップでショートホイールベースの軽トラ、暴走事故の事例をほぼ見ないことと、マニュアルが一般的であることに関係はあるのか。その話、マニュアル信者がわめいてるだけなんじゃないかと思ってたんだけど、どうなんでしょうかね。デリカの方に譲っていただいたので、また取り締まりに怯えながらのハイペースクルーズ。トイレとネズミ取り、これが一番のボトルネックだな。また譲られてしまいました。煽ってどかした。やべえやべえやべえ。何入ってくるんだよ。教えはどうなってるんだ教えは。お前ら禁じられた右折を平気で使ってるじゃねえか。わかってんのか。事故が発生したのは人間が機械に甘えたせいだろうが、ブレーキ踏ませんのかよくそったれ。懐かしい。そしてここから伊勢神宮に向かっていくのですが、まず時間について、11時にさっきのところを出て、伊勢神宮の内宮にたどり着いたのは14時半頃、途中で20分ほど仮眠をとっていましたが、見ての通りずっと一車線なので、車列に混じるのみの道のり、やっと青になった。間に合ってくれよ、この信号機長いんだから、よし。まあ日帰りというのは、名古屋エリアに住んでる人に限るな。もしくは伊勢湾ら辺のビジホに2泊分取って、2日目に熊野の方に遠征するか、伊勢に3度、熊野に7度。外国人来るんでしょうかね、京都は今がチャンスなんて言われてたけど、さて伊勢神宮の方に繋がる高速との交差を越えます。
おとなしく走っています。長旅であることを意識して、巡航速度も控えめ。110くらいで走ってると、下り坂でもこまめにエンジンを切ってくれていこだな。まあ80キロ制限の標識がちょくちょく映ってるけど。この走りで暴走とか危険運転とか、言われる筋合いはないっすな。伊勢の町に降りてきました。ここから先は、特に東海地方の方なら見慣れた景色ですかね。まあ動画としては伊勢神宮はついでだよな。濃尾平野から熊野を日帰りする検証だし。インター降りてからの道も参道という感じがして、なぜか気が引き締まる。ちなみに土曜日だったせいか、むちゃくちゃ混んでましたね。あれだけ土日には外出しないと決めていたのに、ここだけはタイミング悪かったな。駐車場には4台分くらい空きがありました。ほとんど余裕ないですね。特に寄り道はせずに参拝してきます。そこから内宮の方へ向かっていくのですが、ここが一番ひどかった。混みすぎ。すべての駐車場が満車表示。地球がもうすぐ滅亡するんだけど、宇宙に脱出するためのロケットが伊勢神宮から発射される。そんな混み方してたよな。なんか草。で、64GB の SD カードのデータがここで満杯になってしまいました。画質が悪くてすまん。ここから3分だけの、ドラレコからのループ録画だ。内宮に一番近い駐車場が満車表示なんだけど、そうは言っても出る車いるし、入れるんじゃないか。そう思ってた矢先のこと。は？なんだお前、それが伊勢神宮参拝後の態度かよボケ。公立小中学校育ちの私、質の悪い遺伝子への対策は体に染み込んでおります。宝くじが当たるようにとか、一円玉ごときで自分勝手に祈ったんでしょうね。中央歩いてそう。マクドナルドのドライブスルー、道中のサービスエリアの駐車場にポイ捨てしてそう。そして青文字のタイムスタンプ、駐車場を探して一周してきた後、14時半です。私はサクッと参拝だけして帰りましたが、あちこち散策しても、16時か17時にはキロにつけそうですね。それはどうだ？道中も合計30分ほどの仮眠以外は、ほとんどトイレ休憩のみだったろう。ドライブのついで程度なら、雪は深夜料金で楽しつつって感じですかね。でもまあ、伊勢に向かうまでの高速の一本道がゴミだな。ちょうど疲れてくるタイミングとかぶる。しかもほぼ休憩場所なしの地獄。あのゴミ道をどうクリアするか、しっかり対策を練って疲労マネジメントしなきゃ、法定速度を守ったせいで死亡事故を起こす危険がある。特にバイク。今だから言うが、雪は地元民に煽られて、瞬間的に130以上余裕で出してたからな。帰りはずっと70ちょい。退屈で死ぬ。何キロも続く直線トンネルで、対向車もいなかったら、車にもよるけどそれくらいが巡航速度でしょうよ。そして右側に空車の文字。10台分くらいは空いてたよ。満車ってなんだよ。人口密集地だから、歩行者保護ができない人は入ってくるなよ。たった64馬力とか関係ないから電車で来い。というわけで朝2時台出発なら、日が暮れるくらいに帰れるということを証明いたしました。翌日は寝て休む日にするべきだけども。というわけで一本道区間を除けば素敵な旅、熊野ドライブでした。ご視聴ありがとうございました。